みんなの心に獣の前ダトアレクサイバジルジマのアメタカランです。そして俺たちリリーの赤星ブレイブスペラチャンネルようこそ。はい、ベアスペリアやっていきます。このパートで第2部は終わると見たね。よろしく。あ、ちなみにね、裏でですか、まあ一応収録したんだけど、裏でギガントモンスター倒しました。そしたらね、エスリの武器ゲット入ってさ、そうスペシャルついてる武器があったよ、ロッドっていう。だからあいつ倒さないと非容疑ね覚えられなかったっていう、恐ろしいシステムをしてたぜ。待ってるよ。これ以上罪を重ねないで。罪重ねないで。俺はエステリゼ姫。悪役のチンポは臭いって相場が決まってる。アレクセイ、お前の股間から異臭がする。その分ではイエナーは役に立たなかったよ。獣人だったらな、そのクラクラする匂いによって発情してしまうというのがあるけど、お前は人間だからな、興奮しない。じゃあラピの股間めちゃくちゃいい匂いがするって言わせたので、ぜひとも変えてみたいものだ。そうやって他人の運命をもてあそんで楽しいかしら。アレクセイクズ野郎、死んでくれ。死ねー。かつてのあなたの理想は。パーティーメンバーフレ入れてねえ。あなたを変えたんです。フレ入れてみるのも良かったかもしれないな。まだそんなこと。それ気になるよな。何も変わってなど。第2部終わったらさ、あれかな、映画見てもいいかな。映画使うのさ、うん、劇場版テールズ・オブ・ベスペリア見ていいかな。いや、世界を第2部終わったら多分見れるだろう。絶対的な力が必要。いやいや、第3部のネタバレあるって考えるとちょっと怖いな。やっぱ第3部終わってからベスペリア見るか。そのためにどれだけ犠牲を出すつもりです。今の帝国では手段を選んでいる限り、決して真の改革がその実現を見ることはない。こうして見ると、まあ、歪んではいると思うけど、アレクセイもやっぱ一時はあれか、変革を求めていた。優勝正しき、優勝正しきかもしれないけど、親戚やつだったから。奴の言葉に飲まれて、フレー飲まれるな。よまいごと、全部よまいごと。それともアレクセイって何、そこいつの闇落ちする前からクソ野郎だったから、そこは映画できっとわかるんだろうな。だってフレーが以前は違ったんだみたいなこと言ってたからな。やり方しかできなかったんです。やっぱ笑顔奪っちゃいけんよな。あなたほどの人なら、特にバーチャル YouTuber さ、人を傷つけるやつとかも全然いるけど、全然つか、まあマイノリティだけどいるんだけどさ、やっぱ僕はね、少しでもね、こんな自分でよければ、ちょっとでも人を笑顔にできたいなという思いがあるっていう、ね、エステルな、違うな。私は世界の解放を約束する。エンテレケイヤから、エアルから、ちっぽけな箱庭の帝国から。もしかしたらアレクセも貴族と平民っていう、そういう身分的なあれにちょっと異議を申し立てたかったやつなんだ。世のためだろうが何だろうが、それで誰かを泣かせ、その通り、誰かを泣かせる、そんなね、インフルエンサーはいけん。お前はここで殺す。もう引き返す気はないのですね。くどいな、くどい。愛がこれで失礼。え、あれ、これアレクセイ戦じゃねえの。何分、ちょっと待ってよ、まだアレクセイ、さっき僕言っちゃったんだよ、このパートでおそらく第2部終わりでしょうとか言っちゃったんだよ。アレクセイ、行かないでくれ。毎時聖剣を見せてくれ。逃げる、逃がさん。みんな飛べ、飛ぶ。ユリかっこいいそのジャブ。え、もう戦闘飛んだ。みんな飛んだ。なあ大将、どうあってもやめる気はねえの。親衛隊いねえからあいつら置いてかれたんだな。お前まで足止めぐらいしてみろや。なぜだ、お前たちの誰一人として今の帝国を良いとは思っていないだろう。確かし、目的は手段を正当化しねえよ大将。ほらこいつら見ててよくわかった。変わってくれたら今ありがとう。あなたのやり方は正しいとは思えません。そう思いますわ。変えられないというのなら、ギルドも帝国もいいとこだってある。それを全部壊してからやり直すなんてひどすぎるよ。強硬な手段は必ずそれを許さないものを生む。わかるわよね。あんたの作る世界。アレクセイ、涙目になるからやめてあげろよ。保証なんてどこにもないわ。僕があなたを信じたのは人々に何かを押し付けるためじゃない。やべ、これさ、なんか2ちゃんのスレとかでさ、なんだろう、クソみたいなスレを立ったことによって何十人からですね、クソオッツみたいな感じのこと言われてる。それを彷彿させるけど、かわいそうだ。アレクセイ涙目を。真っ平なのじゃ。てめえの言い分を認めるやつはいねえよ。アレクセイ、どうあっても理解しないのか。変革を恐れる小人どだが、すでに全世界のエアルは我が掌中にある。なんかこんぐらいさ、狂ってるやつの方がさ、意外と好きになれるよな。よく言うわ。あんたそれ、アレクセイは手段選ばなかったけどな。手段選ばないで人の笑顔を絶やしたのはあれだけどさ、
なんか悪役にもさ、なんだろう、そういう笑顔を大切にしつつもさ、その上で多少犠牲はやめない、必要な犠牲だったんだってさ、それでこの世界変えるみたいな悪役、いいよな、そんなんいたっけ。テイルズ・ユーなら誰だろうな、いたっけ。モルディオ、なるほど、これは浮かせ、テイルズいたっけ。そんな思い出すわ、ちょっと待って。あー、ダオスとかかな。ダオスはめっちゃ人傷つけたけど、ね、小細工が過ぎるぜ。自分たちの星のために戦った真理ある男だったよ。あとあいつ身長高すぎんだよ。よかろう、ならばこれもまた我が派の毎滴聖剣と戦う。いや、もうみんなやられた、早いよ。新世界の生贄にしてくる。おいおい、1対9で勝てろと思うのか。おいおい、BGM かっこいい。完全じゃなかったんじゃないの。そうよ、あれでもね。世界をかけてんだろう、それぐらいの歯ごたえ、歯ごたえを感じるね。くそ、行くぜ。おお、もう始まった。まずはスペクタクルだね。ここでマウスじゃねえ、マリスステラ使った。なんか起きたりするかな。76万、まあ妥当でしょ。てめえ好みの世界。よし、みんな一気に行くぞ。生まれる必要ね。剣で私に挑むとも。ここでマリスステラを使ったら何か起きるね。何も起きなかったね。シークレットミッション解放されるかと思ったけど、ほら、総流劣等か、なんだっけ、劣戦か。おお、今日まあこいつはなんか戦いやすそうだな。なんかあー、今日リタ、あー今日レイヴンがやっぱ役立つけど、そんな近接の弓使ったとこれだよ。いけ、みんな、ユーリの TP が消費量激しい。蹴りつけてやるぞ、第2部カン。いや、その後、ちなみにね、そう、レイヴンはね、あれなんですよ、この烈心のスキルがあるので、装備を使うことによってエアスラストを覚えさせました。覚えさせたんですか、ウィンドカットを変化させた。だからまだ術技は覚えてないんだけど。うわー、スンクループを間違えてしまった。一発が強い。何その歯じゃ十字で。よし、エンジェルリングだ、ありがたい。これでど真ん中に打ってくれるのありがたい。やべ、ユーリが死ぬ、行き過ぎみた。大丈夫です、グレンケン。いたー、あ、やばい、マイタケ聖剣だ。多分ヒヨギ来る。それともあれか、家がと同じようにあれかな、なんか来るんかな、来るつか、本気のタイミング来るかな。ちょ、みんな身を守れ。ここはラピードが受けたまわろう。ほら来た、マイタケ聖剣効かないね。千波乱戦、あれ全体攻撃つうか範囲広いな。いやー、レイブンは1生きてる、ユーリは死んだ。マジか、やべえぞ、こいつは強えぜ。やべえ、ラピードだけを守るわけにはいかんな。いや、これでも被害は収まって、エスティには技当たってないからね。いや、旋空、マジ旋空、瞬時剣じゃなくて、瞬時剣。エアスラスマジで便利。こういう時ちょっとね、強めの。おお、すごい、ユーリが、ベスペル、なんか CP ってアホなイメージだったけど、すごいコンボつなげてくれてる、超ありがたい。いや、それはナイス。そしてラピードダウンしたラピードも可愛いよ。てかそういうとこ行ってる場合じゃないんだって。うわ、グレンケン、いや、それはナイス。あ、なんだこいつ、意外と戦いやすいぞ。お、なに、なお治療技が見えん。技が見えん。あ、いや待って、今違和感出てきたけど、そういう技か、これか、治療技がなお治療になったんか。それ強いよ、いいよ。あと、ユーリがちょっと TP がなくなった。ユーリができれば TP が欲しい。ほらー、フェイタルストライク、オッケー、いた、新人ナイス。ユーリの CP 強い。まあ、コンボが繋がるか、そしてラピーダ死ぬのであった。仕方ない。仕方ないね。あー、愛するこんなタイミングで気絶するな、バカ野郎。え、疾風機、前滝整形大丈夫。あ、ユーリじゃねえよ。来てる、ラピーダがヒットしてない。あとは、セイハロン星人。ダメージ量、無理じゃねこれ、もっと、あ、今からチャンス。あ、これシークレットミッションだったんだ。なんか全禁止にしてるなと思ったけど、意外といけるもんだ。グレート、これは勝ちてえな。今減らした、勝てるかもしんねえし負けるかもしんねえ。は、回復しねえこいつ、ふざけんなよ。どんだけ回復してんだ。もう一回減らしてました、仕方ない、本気出す。ラピードやる、ラピード最強は通常攻撃なんで、
正直中段階特技使うよりか。よし、オッケー。ふざけんな、回復すんな。間に合え、ダメだった。有利はミックス組で勝ちです。オッケー。はぁ、まずいまずいまずい。こっちにヘイトためよう。なあマジさ、無敵時間中にそれやんのやめて。ほらもう40万なってんじゃん。うわやばい、状況最悪。有利が入ってる。すると、いやーみんな入ってる。いやエステル入ってない。レイバーまだまだ挽回できる。はあ、うんち漏れそう。そろそろさ、あの守護なんとかやめる。だからそれやめろっつってんだろうが。はい、もう41万になりました。これどうやったらキャンセルできるの。仕方ない、みんな生きてるけど、てか TP が足りなすぎる。あー、やっぱやめて、みんな弱った。はあ、まずい、全滅するかもしんない。大丈夫、いや、エステできるだろ。マジさ、ふざけんねえこのゲーム。やべえとこいつ HP、 マジ40万切ってからさ、マジ無敵時間中にもう 2,3 万回復したかって、ふざけんな。ダメだ、もうこいつ本当は HP 回復するの、ふざけんねえよ。 HP 30万減らして40万に回復される時の僕の心境を考えたことがあります、こいつは。ちょっとダメだ。ほらやってるぞ。レベルをちょっと上げてきました。多分いける。76万、こうしてみるとやっぱいけついな。ノーマルだと30万ぐらいの HP のはずなんだよな。くそー。だがこれが俺が選んだ道なんだ。やるしかねえ。ガッデン、もうなんなんこのゲーム、マジで勝てんのこれ。勝てるしねえんだけど。どこでしょう。レフティ何やってんのこいつ。もうダメだ、勝てるしねえ。もうどうしよう、もうこのゲーム嫌い。もうクソクソゲーのクソゲーのクソゲー。はあ、もうふざけんなよこのゲーム。クソゲー、おっ、二度とやるかこんなゲーム。みんなの心にラッピードもええ、日にちをまたぎました、アビタガランです。レベリングを1時間以上してね、そう、穴場でやってきました。マジでやっぱあそこいいんだよな。マジでさ、経験値か、結構ここよりも、ここのね、親衛隊よりも全然弱いのに、けど経験値が1.3 倍ぐらいはあるからさ、だから結構採用隊からはそれだけ経験値1000いくし、エンカウントリンクで6、7体まとめてやれば2000経験値が手に入って、うん、あ、10回ぐらい戦えば1レベル上がるなとか、そんな感じでさ、うん、やりやすくて、うまく3レベルぐらい上げてきました。というわけでね、日にちをまた来ましたが、今日こそアレクセイを倒していきたいと思いますので、よろしくお願いします。センハランセイジ、クソゲー、おっす。はい、この実況は後付けでお送りしております。まあ、後付け時点でね、お察しの方はね、いるかもしれないですけど、ようやく勝つことができました。アレクセイ戦、もうやばいね。あの2時間半かかった終わるのに。2時間半かかったんですか。まあ、この戦闘も含めたら、まあ約3時間か3時間かってようやく倒したって感じです。なんだったらレベリングの時間とかも含めたら5時間は行ってねえか、4時間は軽く超えてますね。やばいぐらい難しかった。いやー、1戦目の戦闘でさ、あれ戦いやすいぞと思ったけどさ、本番はこいつの HP が40万切ってからでした。まあ、あの1戦目だけなんだろう、多分この守護表掃除使うシーンのあたりまで見つけると思うんですけど、そうなんですよ、あのこいつの HP が40万というか、まあ半分ぐらいになると守護表掃除って言って、優秀な攻撃兼回復技を使ってくるっていう、そんなのがあって、でそれが何がやばいかって、めちゃくちゃ使われてて、
一番調子良い時に HP25 万まで減らしたんですけど、そこから HP35 万まで回復されたので結構されましたね。大張り中に守護標本陣を3回ぐらい使われて、なすすべないまんま 9万が10万ぐらい回復されましたみたいな感じのがあったんだけどね。この戦闘はかなり、まあ運も あったかな。そう、いや、まあ、運もあった。大張りミス中に守護標本陣あんま使われないっていうのがあったんですよ。まあ使われる時は使われるんだけど、分使われるんだけど、まあ、この戦闘ね、ぜひ見てください。本当かなりね、洗練されてると思うんですよ、僕の中では。レベルがまだまだ下がる中では頑張ったと思う。ほらもう、てかさ、マジ無言だよね。あのね、無言な言い訳をさせてほしい。もう喋れん、マジでやりきつい戦。あのもう病んでてとか、つか疲労で実況してなかったとかじゃなくて、もうこのメンツ、なんかエステに入れられなかったんですよ、今回。だからレイズ Z を使えない分と、もう戦闘不能ライフボトルで回復するしかなかったから、もうそう考えるとマジでもう集中して回復的な部分も、しかもアップル組レモン組、あとレイブの回復は頼りにしつつ、で火扇使われそうなんですが、 1動きやってラピード疾風剣を有効活用して火扇をかわしながら、被害最小限に、しかも被害をゼロにとどめることを目標にして行動しました。頑張りました頑張りました。もう見てください、今回のねメンツなんですけど、まあ、結構ねそれまではリタとエステル入れて、エステルも必ず入れてました。ヒオギは怖かったん でライフボトルに限りがあること考えると、レーズ Z が使えるレッスンが中断って言ってて、それでエステル入れてることがほとんどだったんですよね。でジュズちゃんもやっぱ守護標本陣の剣を考えると、そう近接で限界があるから、遠距離から守護表層陣をひるんで止めさせてもらうためには魔法使いやピックが一人必要だったんで、まあ、リンターの時もあれば、あのフレンとかレイブを魔法使い代わりにして攻撃魔法だけしてもらうっていうふうに思ってましたから、それでもやっぱ全然削りきれなくて、てか守護表層陣使いまくってダメだったんですよ。でいろいろとね、まあ、ゲーム実況者の和光さんとかの実況とか見てると、結構意外とこうやってね近接ゴリ押すのもね、ある種せな、ちょっと戦というか戦術手なんだよねっていうのに気づいて、実際僕調子の時はなんか意外と結構攻めきれてる時が多かったので、そう考えて、じゃあ今回はちょっと攻撃、近接攻撃3人入れるかっていう手法を取り入れました。まあ、フレンにあと時々魔法を使ってもらうっていうね戦術だね。でジュースが結構優秀なんですよ。このアレックスを宙に浮かせたら基本なんか何もさせられないというか、もう何もさせられないわけではないけど、地面にいるときと比べて行動を制限できるんで、宙を浮かせられる呪術をもう味方に入れてっていう感じです。あー、これは確かやらかしたやつだこれで僕がこれ受けたときにはもう絶望感じましたねあ、もうダメだみたいな、この戦闘も終わりだなと思ってだいぶ諦めたけど、まだライフボトルも全然ね、まだ限りつが10個来てねえから、ワンチャンなんとかなるやろっていう希望をかけてめげずに頑張りましたまあ今だいぶやばい、ほらもうグダグダしてつか、エステルいねえからさ、レイゼット使えそういういねえやっていうのにね今気づいてでもライフボトル使ってたのこうなしたよね。あのラピードの TP が回復してくれるとおかげで疾風剣で時間稼ぎができたんで、その間にライフボトルを使って、ね、それでちょっとねラピード以外全滅している中、戦況をなんとかね戻すことに成功できました。ちなみにここでマーゴごとくをやってしまったのはあ、これ設定し忘れたっていうか、マーゴごとく設定オフにしねえじゃんっていうのに気づいて、ここだけ修正しました。だからもうこれでレイブはレアスラストと愛してるぜっていう愛の開始しかできません。もうレイブの、ね、作戦も術主体で戦えっていう風にしてるんで、本当にザ・魔法使い兼ヒーラーとして頑張ってもらいましたっていう感じですね。いやマジでね、このメンツ結構良かったな。そしてユーリを入れてない、ユーリやカルフ、パティを入れなかったのっていう部分があると思うんですけど、ユーリがね、あのスキルがね、足りてなくて、なぜか知らないけど、ユーリのダウンした時に復帰するっていうスキルがないから、ユーリダウンしたらしばらく硬直してるんですよ。だそう考えると、ユーリ入れない方がいいなと思って、ユーリは入れませんでした。で、カロルに関しては、一発がでかいんだけど、下が出ると、アレクセイのスーパーバー回避するには、連続ヒットのキャラクターの方がいい。それと、機動力が、なんだろう。こう、ヒット性連続攻撃性が重要だと思ったんで、一発屋のカロルよりかは、やっぱ他のキャラ入れた方がいいと思いました。そういう点でパティも考えたんですけど、パティはちょっとランダム性が強くて、
うん、どうなるのかが読めなかったんで、終わりもね。あのパーティーの時も、なんだろうな、意外と一発屋な部分もが多かって感じなんで、そう考えると、ヒット数を稼げる、フレン、ジュニスをまずメンバーに入れる、でラピードは、疾風剣の担当と守護表掃除にやられた時に、一気に、あのレッセンがすごい優秀なんですよ。レッセンが一瞬で3ヒットさせられる攻撃力もあるし、そういう感じで、レッセンがやれるみたいな感じですね。だから、ラピード、フレン、ジュニスというメンツにしました。そしてこれ超うまくいったよね。こういう感じで、あの敵 AI が操作キャラを狙うっていうのがベスペラの仕様なんで、それを逆手にとってラピードの疾風剣のタイミングを合わせて、でアレックスの広げをかわす、で全員にダメージゼロみたいなのを考えてました。そう、特にエステルがいないからさ、ライフボトルに鍵があるって考えたら絶対アレックスはラピードにヘイトを向けさせないとダメって思ったんですよ。ここでリタを言えなかった理由もあって、アレクセイってその AI の中では結構賢めな AI なんで、呪術者狙いにくいんですね。だから急にエステルやリタのとこに走っていくんですよ。でレイブって魔法使いキャラの扱いじゃないから平定がないんですよ。だからレイブを疑似魔法要員として入れることによって平行ラピードに気を向かせることにできるなと思って、でさらになるべく方向もね、これ3方向というか、なるべく金属系のラインが重ならないようにね、ラピード立ち回りを頑張りました。あとなんか運も良かったよね。フレンとジュースがたまたま重ならないところがあったので大体ありがたかったです。基本的にはラインが重ならないようにして、でそれでラピードは疾風剣こまめにすることによって被害を抑えるみたいな。で横や背後からフレンやジュースを攻撃して、ひるんだところでラピード一発攻撃の黒旋回やレス旋回でダメージを与えていく。コンボが繋げられるようになったら天空レッパーや交流レッドオーバーで火力素数や威力もダメージを与えていくって感じです。あーで、ちなみにレイブンは、はい、あれからだったっけ、まあ魔法剣ヒーラー役なんで、エメラルドリーグって TP が3分の2になるやつレイブンに投入します。それよって本当に魔法と回復に特化してほしいって思ってレイブンにやりましたね。でフレンは逆にファーストエイド封印しました。そう、レイブンの愛の回復が本当に炎症なしで回復で、しかも複数に3人回復なんで超優秀だったから、ほらこれねこの愛の回復超優秀なんですよ。でフレンがファーストエイド変に打って近接のコンボを組めてもらっちゃうよりか、こうやってもう攻撃特化にしてもらった方がありがたいなと思って、フレンはもうファーストエイドを送って、まあここ順調ですね。もう1回半分来た、HP 半分来てるんで、ここから守護表掃除に使うタイミングですね。でこういう時に身を守りやって終わり道はそうで、なるべくラピードで遠くに行くみたいな。でけど、あの前的聖剣は範囲が広いんで、時にはそうラピード瞬時機コーンしつつ他のキャラ操作して、あの後陣にやってこうやって幅を取るみたいな。でヘイトはラピードに行くんで、これによって前的聖剣やられても被害が抑えられるっていうか、あそうこういう時守護表層にやられるんですよ。もうこればっかしはどうしようもないと思ったけど、オーバーリミットが解除されると、こうやって別戦果で一気にひるませるっていう、これで回復最小限です。これ守護表層陣ですけど、もし何もひるませられずに重くさやられると1回で3万回復されます。これそうこれで3万回復みたいな。ここでもう絶望感じました。あ、またこのパターンだよ。今日だんだん思い出して、そういえばまだライフボトル全然使ってないし、あ、じゃあ多少ご利用してもまだライフボトル余ってるからなんとかなるなと思って、なんとか前向きにもう攻め続けてます。あと作戦も結構あって、その守護表層陣が使われる以上、あのアイテムとかの硬直がなるべく機械的に少なめにしたかったんで、前半はなるべくオレンジ組をね、よっぽどヤバい時以外はオレンジ組を中心に使って、と思ってパイ軍もだいぶ減ってんな。ごめん、あれ別の時の作戦だったから、あの前半オレンジ組で守護表層陣使ったりがパイ軍を使い始めるみたいな感じで減ってたんですよ。これ便利。ラピードバーサーとやっぱ水陣とかで水系にするよりもやっぱ通常のやつの方が宙に浮かんでダメージ与えられるんで、こっちの方がかなり優秀でした。なのでスキルのね、拡散とか水陣あたりを外して普通のバーサーツに使いましたねっていう裏話もあります。こんな感じでとにかく近接やって、でなんと最悪ラフードはコンボヒット数的にあんま頼りにしないから、疾風剣と守護表層陣用っていうのに割り切ってるんで、だからラフードはなるべくオレンジ組とかミックス組あたりして、でレイブンが一応まあパイン組中心だね。なんか回復と魔法絶やさずやってほしいから。あ、ファーストエイド使ってるわ。あれオフにしなかったっけ、まあいいか。
もう前敵戦に行きました。これちょっと距離見せてフレンが、あ近くにいるわみたいなやっちゃったけど、ジュディスをね逃がしてたのよかった。あと前敵戦が8だったおかげでフレンが生き残ったのが嬉しい誤算でしたね。これでだからよしさっさと回復だみたいな。今回グミもね脱出しにして使います。アップルグミレモングミもね。というのもやっぱレイヴンはなるべく愛の改心よりもエアスラストメインにやってほしかったんで、あまあやっちゃったけど、あれグミ使ってんじゃん、なんだってハンダミスですけまあいっかあと運が良くてね、あんま他と比べて守護表層陣やられなかったらありがたかったね。それでも全然やられたんだけどね。なんか和光さんのゲーム実況見てたら守護表層陣全然やられてねえんだけど、なんか僕めっちゃやられてんだよなみたいな。じゃあ HP がこれ20万台入ったから実況開始しようかなと思ったけど、何度も言ってる通りそんな暇はないです。もう超集中してた。マジなんか卓球の大会に出た時、実績が上の相手と戦う時のねあの心境でしたね。もう無言で集中して目の前のことに、全てこう力を注ぐ。そうそう、このレッスンがすごい便利なんですよ。レッスンやって守護表層陣やられた時に一気にレッスンがね広まってるみたいな。だからレッスンがかなり便利な技ですね。だから普段ねあのレッスン がさ雑魚的にやるとダウンするからうぜーってなったけど、アレクセイはむしろ一回ダウンした方がかなりいいんで、だから結構レッスンがここで中心やってます。レッスンがねすぐダウンしても復帰することもあるし、逆にレッスンがねダウンしたままの時にはグミを使って状況をちょっと良くするっていう作戦が取れたんで、だから結構今この後半に入ってからレッスンがかなり便利です。レッスンがあるからレッスンが今かなり重要でした。対人においてはね、一回ダウンさせてお茶を濁すのがかなり重要です。まあこれ一番いいコンボフェイテラストライクからのエアスラスト空中コンボがもうなんかめちゃくちゃ良かった。宙に行けば、ね、守護表層陣で出られないから宙に浮いてるのは逆に安心しいなというわけで、こうやってまあ今間違ってマジゲンとか使っちゃったりするんですけど、マジゲンの守護表層陣を封じるためにレッスンガーを使います。で、ちょっと見極めて疾風剣をするみたいな感じですね。マジ作戦頑張った。まあ、ジュディスとフレンがね結構 AI 的に優秀なんだよね。結構和光さんのゲーム実況でコメント見てたんだけど、フレンの AI がキャラクターの中では比較的まともな方らしくて、かなり頼りになるということなんで、だからフレンはやっぱ入れてみようかなと思った。でジュディスも個人的にはね、なんか AI アホみたいな話聞いたけど、ジュディス結構むしろ僕が操作するよりも全然強いからいいな。あ、こんな感じですね。そうそう、まずジュディスとフレンはレイブのとこやって、で疾風剣は時々対策やって、でこういう攻勢をして被害をゼロにするっていう、マジで賢かった。こればっかしてると相手がオーバーリミットしてる。なんか知んないけど意外と疾風剣して攻撃とか何もしないと守護表層陣そこまで使われないっていうのもありました。オーバーリミットの時はね無理せず攻撃するのに疾風剣使うことで集中して、あと1だね、1の調整する方に絞っても意外となんとかなるっていうのもあるよ。あとレベルを上げたからかね、ラピード残の威力めっちゃ上がってるんよ、うん、イエガー戦の時1万も入んなかった記憶があったけどさ、今もう1万以上いけるんで、あこれ意外といけるなっていうのを今気づきました。それ今気づきましたこの時に気づいて、あ完全に容疑でなんか5秒間入ってると思って、ちょっとリミツボトルをね、うん、いざって使うこともねそもそも考えてます。その状況はまた後ほどリミツボトル使ってさせてください。その時にこの辺りか、ね、その時リミットボトルを使ってなんとかやるのもありだなっていう風に作戦を考えられました。ほらね、リミットボトル使ったよねみたいな。でラピードのあれなんですよ、スキルでオーバーリミットのブーストかかってて、使用してるオーバーリミットよりも1ゲージ多めにやれるんですね。なのでゲージが2あればオーバーリミット3もできるんで、それによって気容器を出せるっていうことです。で、湿布機やればね、そう、ひるまなくなるから、それでご利用して気容器を出すっていうことになります。お、てかもうそろそろ、もうそろそろ終わると。見てください、HP も10万切ってる。この辺りで実況再開しようかと考えたけど、いやもう無理無理無理みたいな感じで。もう絶対無理無理、もうここ勝ちたい、マジで勝ちたい。もう何も喋れない、もう全てもうこの一瞬注ぐって感じだったんで、すいません実況無理でした。ほら地獄表層陣やられてる。バースアースやって、ちなみに後で出るけどね、バースアースからね火をつなげられることできるんですよ。それ気づいた時嬉しかった。だからラピードのバースアース結構しやすいから便利だな。あでここはもう待って、あーラピード死んだ、ラピード死んじゃった。この時どうしたっけな、
ほらもう見て、結構手慣れてますね、アイテムの仕様とかさ。もう一瞬でいろいろ考えたから黙ってたらめっちゃ思考が待ってた。でね、そのラピーズにヘイトがいかなくなっちゃったから、ちょっとこれやべえなと思ったんで作戦を変えて、フレンを犠牲にして、ちょっと、せめてジュディスを離そうっていう作戦になりました。で、その後ラピーゾにやって、運が良ければ、フレン生きるかなっていう風にちょっと立ち回ってます。助かってもジュディス・レイブンは、被害を及ぼさないでやったんだけど、ギリギリなんとか間に合ったから、あ、フレンちょっと当たってる。これ間に合ったんだっけ？ダメでしたね。フレンやっぱ犠牲になりましたね。こればっかしはね、間に合わなかったから仕方ないと思った。で、ここでまたレイブンとジュディスには攻撃に転じてもらって、フレームをさっさと回復させる。ライフボトルって別にデメリットがあるわけ、ただ回復するだけじゃなくて TP も回復できるのがありがたいんですよ。ピックス分とかいうのが弱いけど、それでも多少はねみたいな部分があるんでいいですねっていう。じゃあそろそろ終わりそうなんでまあ以上アビタラのね作戦でした。超考えた。このメンツでやったすごい良かった。本当にね、なんだろう、結構ここまで第2部まで来ると人型の敵が魔法使い中心でエステルみたいにヘイト向かう時あるんで、なのでこうやってレイブンに行ってもらったのはかなりありがたかったです。だからレイブンをね、魔法使い役としてかつヒーラーとしてやるのもありだなと思ったのがこの時のね感想でした。というわけで、おっ、1枚1枚切ったんで終わるな以上。この後すごい音量注意です。喜んでるよ。おっしゃー、やった、あーやった、おっ漏れそう、あーよかった、マジか、すんげー時間かかった、うわーもう喋れねえよ、すんげー集中して何も喋れねえよ。あとでなんかつけとこう。もう無理だ、もう喋る余裕がねえよ。わあ、マジか、勝った嬉しい、ちゃん、この余韻にもうちょい浸らせてくれ、マジか、よっしゃ、わあ、もう嬉し涙出てきちゃった今もうあのさ、もういや、もう多分語ってるだろうな、いや語りたいことは戦闘中にラジオ景色語ってるだろうから、ここではもう嬉しかったことだけ。もうやばい、手が急に麻痺してきた。もうずっとやってたからな。あ、やべえ、やべえよ。おぉ、おぉ、やったぞ。もうやばい、急に手がしびれてきた。ずっとコントローラーに力入りっぱなしだったからな。もうすんげえ集中した。やべえよ。もうダメ、やべえな。ゲーム実況でやっぱ無言になっちゃう人の気持ちがわかるわ。あんまりでも勝てない時の戦いは本当にもう無理だ。何も喋れない。ああ。よし、先進もう。わあ、やばい、もう手がしびれてきてやばいよ。よかった、もうチームインファイターっつうかさ、もうエッセイとリタやめてさ、術技と回復をもうレイブンに任せて、近接でゴリ押すみたいな。で、近接の2人が守護表層陣でやられるときは、ラピードなんか疾風拳で無敵時間やってゴリ押して、表層陣止めるっていう戦術やったんだけど、わあ、もうすんげえうまくいった。ライフボトルも全然つかなかったぞ。5個ぐらいしか使って、本当に。レイブンが回復役として優秀すぎた。これ可能性の化け物だわ。やべえ。よかった。動画投稿できる。動画投稿できるぞ、これで。もう、このパートの投稿間に合わなくて、ラジオ動画投稿しようかと考えてたからな。終わりだ。終わりだよ、おめえは。ああ。ここは、ザウデの頂上？もうどこ？もうどこ？もう、モンスターエナジーが漏れそう。やべえよ。あれはコア。なんて大きい。よし。第2部。多分終わりだろうな。アレクセ、お前はここでさらしくもいけた。守護表層陣とかいう。てかさ、第2部のボスってこんな守護表層陣とかいうクソ回復技使ってくるってことは、ラスボスもっとやべえんじゃねえかな。急にキュアとか言って HP さ、30万回復とかやるんかな。もう、見届けよう。いや、見届けたくないけど。え、第3話は何？だいぶ世界が崩壊したところが舞台なのかな。危ない！ユリ！フレーン！大丈夫か？フレーン！フレーン！生きるだろ？隊長！いや、睨むな、こんな時こんな時睨むな。まだ戦い終わっちゃいねえんだ。
いけ、全員のもその力を見せたれ。ああ、相打ちなんだそこは。だがデイノモスの方が強いとかそういうオチかと思った。ラビーダ可愛かったな今のシーン。いやほら、その剣、最後の最後である。ああもう、マジアレクセイ戦が今んとこパート51までやって一番やばかったです。ハイカゼやるじ時点でガッツーゾかな。時点でガッツーゾ。あいつやばかったマジで。でガッツーゾ戦のおかげでね、一気に戦術というかさ、ベスピレについて理解ができたからな。そしてアレクセイ戦でなんかもう疾風剣の強さを身にしみて感じたわ。もうあと意外とね、困った時はさ、そういう術で、術リータの術とかでご利用するよりも建設キャラで全員でご利用した方がワンチャンあるのと、あとレイブンが回復役としてかなり優秀だというのが分かった。エメラルドリング持たせてマジでエアスラストとアイシェルゼイをやってもらったんだけど、ほんと最高な役割だった。エッセイよりもだって早いもん。いやけど立ち回りとかも結構意識したんで、そのあたりはね多分語ったと思う。うん、ラジオというか戦闘中語ってると思うんで、よろしくお願いします。というわけで、なんか、ナマコみたいなの来たんだが。なんでアレクセイも驚いてんの？ナマコ！何よ、あれ、どこかで見たことあるんじゃ。マジパーティー、お前ほんと重要キャラだ。なんで Xbox 360までいなかったんだ？あれは壁画の。星はみ？あ、最悪だった。星はみだった、ごめん。やべ。ゾルテの力だと。アレクセイ、どうした？そんなはずは。まさか裏切られたか。どうなってんだ星はみって。今のでそんなにエアールを使ったのかよ。違う、こんなことが。最悪はずっといたのだ。アレクセイ、そんなことがしたくない。え、アレクセイって死なねえんかな、もしかして。こいつ改心する、もしかして。お前来るか。サラシ君の件にしようと思ったけど、星はみは打ち砕かれてなどいなかったんだわ。機会を伺ってた。封じられていた。あ、そういうことだよな。ふざけられていたに過ぎなかった。そうだ、それが今帰ってきた。古代にもたらすはずだった破滅を。だいぶテンパってますね、アレクセイ。だがお前はそれ正しく言うけど。よりにもよって、この私の。アヘ顔やめろ。お前のアヘ顔元にだ。ラピードアヘ顔をよこせ。傑作だ。いや、アレクセイなんだ。あれがしたかったわけじゃねえか。今までザウデが封じてたっていうの。ああ、じゃあ結局原因はお前ですね。アレクセイ。アレクセイ！我らは最悪の前で踊る虫けら。踊ると言いながらもう、まあ、実際に踊るな。じわるだろう。お、ムービー。でんでんでででで。アレクセイ死ぬ？生きる？絶対的な。あ、もうダメだ、死んだわ。アレクセイ死んだわ。誰も逃れられん。いい加減黙って。あ、ユーリがもう切りそう。ユーリー、おー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 、アレクセイ死ぬんか。最も愚かな道化、それが私。いや、アレクセイ、これが星はみを出したかったわけじゃなかった。泣いてるもん、アレクセイ。アレクセイ、足ってえぐいよな。だって多分死体が一かけらも残らないとか、血しか残らないんだぜ。あ、せいぜい人の皮ぐらい。だから足って怖いなと思った。ソウの映画見て思った。星はみ、虚空へと消え去れり。え、今日アレクセイワンチャン和解的な説あるんじゃないか。いや、ないか。いや、あるのかもしれない。どうなんだろう。涙を見せたアレクセイは、なんかこんなことがしたかったわけじゃない。はぁ、お前何考えてんじゃん、我。何をテンパってた、お前ふざけんな。ユーリー、こっから落ちたらデイリードのキャラというのも死ぬんじゃないかーい。アレクセイ野望を阻止して実績解除しました。おお、これで第2部完か。よし、どうなんだろう、尺的には多分まあちょうどいいだろうからな。うん、じゃあこの辺で終わりますか。第2部ありがとうございました。アレクセイ戦はマジで今までで一番やばかった。回復さ、やっぱ回復してくるやつが一番やばいし、
しかも阻止できないのやべえし、みたいな。すんごい困りましたが、まあなんか運も味方したのと、あとラピード尻尾家のおかげでなんとかなりましたね。あとレイブンマジで優秀だった。よし!では、見てくれてありがとうございました。次回から第3部入りたいと思いますんで、よろしくお願いします。それじゃ、帰って。今回はラピードをねぎらおう。うん。セクハラはしねえぜ。じゃあねー。